どうもドライトです。今回はチームメンバーと一緒にお宝写真を使って財宝を探してきました。メンバーは角さん、ゲートロさん、イシターさんです。ちなみにお宝写真をやった時はバージョン 3.2 前期なので、現在のバージョンとは仕様が異なっております。申し訳なす。みんなと行くお宝写真でチームワークを見せることができるのでしょうか。それでは VTR なスタート。はい、どうしましょうかね今から。あ、そうなんだ、今日は当たりジャックポット出そう。そうなんだ。マジか。今何、今は2月の28日 ?29 になった頃かな。うん、ちょっと今深夜にいますね。深夜です。深夜の時間帯なんでね、11時半ぐらい今だからわかんないけど、うん、それぐらいですね今。そっ か、ジャックポットが出る可能性がある。今70万だったっけ、なんか60万だったっけ。結構今上がってますよね、ジャックポットの確率が。もしかしたら出るっていうねことなんですけど、2月29日、あ、今29日かってことはもう0時回っちゃったんだね。今深夜でね、結構眠いんですけど、もうね頑張りたいんで、はい。あ、70万くらい行ってたんだ。行ってるんですねやっぱり。そんな感じか、すげえな、ジャックポット70万か。さってことでですね、まあニンニクの日ということで。そうですね、ニンニクの日ということで、出番だよ角さん、頑張ってジャックポット当ててください。いや本当当ててほしいですね、今日あたりかな。うん、この後行こうかな。うん、悩みますが。それではですね、今からですね、写真を配ります。やっと配ります。今から配りますので、大事なものの中からお宝の写真ケースで自分のお宝写真を仲間に見せますと、このように出ますので、これで仲間に見せます。で、パーティーメンバーのみ共有されます。パーティーを抜けて入り直した場合また、見せないといけません。で、今回の写真はこれでございます。うん、どこだろう。でも分かりやすいですよねこれ、井戸ですから。うん、井戸分かりやすいんですね。ってことで、まあ、ここではどうかな？味がしないってことは、まあ、ここじゃないですね。味がしないっていう文字が出ると、この大陸ではないということです。なので違う大陸を見ます。オルフェアにはない。あ、そっちか、やっぱり森ならか。あ、でも森ならありますね、確かに。たくさんあったな、あれ。あとはガートランド領にもありましたね。うん。さあ、撮影なので、まあ、すみません、撮影なので一応21でお願いします。だから写真は、とりあえず、ここの大陸にあるかどうかだけ見ます。いいね、かっこいいドラえもんですよ。怖いドラえもんだ。怖えな。ウンバボーみたいな感じで。怖すぎでしょ。さあ、どうでしょうか。違うのか。まあ、大陸はここですね。うん。さあ、どこでしょうか。一応、大陸はここの大陸です。どっちだ、森ならかな。森なら行ってみましょう。別のマップってことで。ボソボソしてなんとかで別のマップって書かれたら、一応この大陸にはあるということですけど、お、サイドカーいいな。乗りましょう。イエーイ、お、いいね。いいじゃん。そうですね、うん、井戸って言えばやっぱ森ならですよね、どっちかっていうと。うん、の森にもあるんだ。ああ、そうなんだ。確かにあったような気がするけど覚えてないな。
あるんだクオン。ああ、まあ手分けですね。俺はピエトラについていきます。サイドカーいいな。ゴーゴー。さあどうだ。あ、出た。お宝まだまだ遠いってことはクオンだ。マジかやばい、取られてしまう。なんてこった。降りる、俺だけ降りる。行け、急げ急げ。なんだって。いいな。まだまだ遠いとか出たらもうそのマップにあるっていうのが分かります。うん、これだけ言っとこう、ちゃんと。よし、行くぞ行くぞ行くぞ。まずこのマップに着いたら、まずはやることは、緯度が右下か、遠いなー。あー、やばい、角さんが近いに来た。やばいやばい、取られるぞ。段階がですね、一応あるのが、まだまだ遠いっていうのと、今近いって言ってたんで、近い、その次に出てくると思います。角さんがやってくれるかな。今近いまで来ました。そしてアラマ出してくれないかな。近い、かなり近いが来るかな。来た、かなり近い、これですね。遠い、まだまだ遠い、近い、かなり近い、その次もあったはずやけど、どうやったかな。あ、まだ取られる。もう取られるなこれ。やばい。いやー、クオンやったか。あ、これですね。ズバリこの辺っていうので、最後ですね。もうズバリこの辺だったら、もう当たる確率はもうめちゃめちゃ近いっていうことになります。どうだ。うわ、もうズバリこの辺で探してる。やばい、取られる。もうダメかな。取られるなこれ。ズバリこの辺、もうダメだこれ。あー、もうやめてくれ。やめてくれー。ズバリこの辺。もう取ってくれ、早く。取るかな、もう。取っちゃうかな、もう。ズバリこの辺。やばい。角さんに取られてしまう。取られるよ。あー、使った、見つかった。お宝発見っていうのがここ出ますね。お宝発見ですけど、多分ね、今バージョン 3.2 前期だっけ。2月の29日に、まあ、あったか確か。2月の29日なので、まだまだアップデートする3日前ぐらいなんで、ちょっと変わってみます。後期ですと、なんか自分、後期ですと写真を見せた人だけしか掘れなくなってるんですよ。で、ここの仕様は変わりました。うん、そうです、変わるんですよね、ここの仕様が。もう写真を配った人しか掘れなくなってます。なので見つけましたが、多分出るかどうかは分からないんですけど、どういうメッセージが出るかちょっと分からないですけど、まあここっていう、ここ掘れワンワンってなるんかな。分かんないけど、まあそこはね、バージョンアップした今、現在ですね。現在やってみてくださいということで。はい。どうだ？急げ。あとちょっと。この辺。どこ？あ、そこだったんだ。わー、撮ってる。なんやろ、アイテムなんだ？お、レッドオーブか。おー、いいね。ありがとうございます。サンキュー。ここ掘れワンワン。いいね、俺もワンワンしようかな。いくぞ。ここ掘れワンワン。狛犬の狛犬、あったあった。ここ掘れワンワン。よし、来ましたよ。わー、先越されました。この時はね、掘れましたけど、
取られちゃいましたけど、うん、まあまあいいでしょう。ちょっと取れなかったな。ってことでですね、そう、取れなかったんですよ。うー、残念。欲しかった。角さんに取られちゃった。仕方がないです。あ、次は台本通りお願いしますね。お願いします、台本通りで。ってことで、第2回目もいきます。はい、では次の写真行ってみましょう。はい、では始めますね。多分そろそろ、今度は石田さんからですね。石田さんから写真が来ますので。おお、来ました。写真見せてください、お願いします。来るかな、そろそろかな。ラジャーよろしく。お、来ました。どこでしょうか、見ましょう。石田さんですね。はい。おー、これはもうわかるな。なんだっけ、ラ、あそこやね、ラ、ラ、ラ、あ、ラーディスか。そうだ、ラーディス、ラーディス。早いな、みんな。わかりやすいですね。超わかりやすい。すげえわかりやすいよ。答え出るのが早いね、ほんと。早すぎます。2箇所にそれっぽいのがありますね。もう少し悩んでください。すいません。よし、じゃあ悩みましょう。うん、ってことで、あ、なるほど、猫島かな。いやいや、まだわかりませんよ。ガート、ガートランド、ガタラかな、ガートの入り口かな。わからないぞ。台本だ。本当に台本通りになってるよ。台本かな、これ。道具使いのクエストにこんなのあったような気がする。こんな感じですかね。どこだ。そうだっけ。あ、とぼけてる。とぼけてる。石田さんがとぼけてる、今。んー、どこだろう。ここ掘れワンワンですね。おー、豪邸だ。よし、ここか。ここだな、きっと。よし。スターのお宅訪問。うん、別マップ。やっぱここですね。この辺ですね。よし、じゃあダイヤの花だけ持って帰りましょうか。よしよし、ダイヤの花。めっちゃあるの、すごいな。ダイヤの花だ。いいな。欲しい。ください、ダイヤの花。いいね、いいね、来ました。ありがとうございます。よし、ダイヤの花、ダイヤの花。よっしゃー。じゃあ、泳ぐか。よし、とりあえず泳ごうか。よりや。あれ、水着じゃないのこれ。ルイージ、水泳げるよ。あれ、なんで。あふん。怒られたね。うん、怒られたわ。じゃあ水着に着替えるか。よし、着替えよう、着替えよう。行くぞ行くぞ。探すぞ。探すぞ。どれや。よし、どこだ、どこだ、お宝は。どこにあるんだ、お宝。さすがに持てないか。シャベルは使えないか。この辺かな。探すぞ、みんな、みんな探すぞ。角さん、かわいい。水着がかわいい。ビエトロさん、それじゃダメですよ。泳げない。どこだどこだどこだ。反対側かな、やっぱ。うん、可能性ありますね。あ、お、お、あったあったあった、宝だ。おお、ビンゴ券、ビンゴ券。お宝ありました。あ、ってこと、あ、ピエトロさん違うとこにあるんだ。違うとこのお宝なんだ。お宝光ってるぞ。行くぞ、角さん。行くぞ。あれだ、あれが宝や、宝もいや。さあ行くぞ。なんてわかりやすいんだ。これぞ、宝だ。みんな行くぞ。
おお、ピピー、新しいお宝が流れてきたぞ。何どこだ、急げ急げ、遅いなやっぱりお宝はあれだ。よし、いけいけ、ビーチも見た、いけいけ楽しい、普通に楽しいんですよ。さあ、いけいけいけ、スメスメン、よし、もう少し、これだ、ゲット。お、え、意外といいは、はぐめたチケット、いい、いいじゃん、かなり。びっくりした、はぐめたチケットとは、すげえな。めっちゃ良かったやん、はぐめたチケット。お宝探しより充実してますねどうしました、石田副隊長、どうしました。あ、ここじゃできるのか、あ、自分で装備変えなきゃいけないのか。どうしました、私たちの探しているお宝はどうやらこれじゃないらしいです。なんだって嘘だろ違うと、何ですと、違うのか、なんだなんてこった。これだ、武器持ってかないとさあ、これでしょ、これでしょ、これか、あとどっちだっけ、早く服を着てくださいはい、すいません、今来ます、すいません、すいませんなんてこった、あっちゃーいつまで浮かれてるんですか確か浮かれてるね、浮かれてるよあれ浮かれてるやんさあ行きましょう、急ぎましょう。ミューズ海岸、ここにあるかな。井戸は違った、井戸じゃなくて、どうだ、ないのか、ここじゃないのか。とりあえずこの砂持って帰ろう、別マップですね。この砂を甲子園に持って帰ろう。よし、六甲おろしでも立っていきますか。お宝ありますね、パルークさん。まあ目指しちゃうね。何、え、嘘、メダル、嘘だろ。お、3枚、すげえ、お、お宝じゃんお宝ゲットしたぞこれやったねマジのお宝じゃんめっちゃ嬉しいピエトロさん先行っちゃったけどやったね、振り返らないよし帰るか振り返らないんだよし、クリアだ、よし、ラーディスじゃなかったっすね一応ラーディスはラーディスですね、やっぱり。めでたしめでたし、ちゃんちゃんってことにしましょうってことにならないかな、さすがに。よし、着きました。バッサリはいかないですねちゃんとやりま、ちゃんとね、ちゃんとやりますんで、大丈夫ですよ、茶番はカットしない。ちょっとカットするかもしれないけど、もしかしてちょっとカットするかもしれないですけど、さあではですね、本番やりましょう本番やりましょうやりましょうね本番。まずは、とりあえずまずここのマップにあるっていうことは分かりました。っていうことでですね、じゃあ一番怪しいあの真ん中ら辺ですね、何がいたところ、鉄鋼魔人がいたところか、あの天竜なんだっけ、わかんないけど天竜なんとかのところに行きます。どっちかですよね多分、あるとしたら。どこだ、一発で当てたい。でもさ、一発で当てたいっすよね。当たるかな、そこが問題。これか、一応これなんか顔っ
っぽいんですよね。あのグイーンってグイーンってなってるから。で目で多分あれ石があるでしょ。で入り口がありますよね。入り口があってその間に木があるから、難しいな。まずは手前から調べましょうか。手前から調べてこの笑顔になるような形の場所まで移動して、あそこが入り口ですよね。あでも木が多すぎんなこれ。違う木だね。ここだとおかしいし、ちょっとあれだもんな。あ遠い、まだまだ遠いってことはやっぱ奥かな。遠いか、奥かもしれないですねこれ。こっちかな。うん反対側かもしれん。どうやろ。うん反対側にも確かにあるけど、反対側の入り口だとまた違うんかな。これ難しいな意外と。多分この辺だと思うんですよね。あーでもこんなか、あ写真的にこんな感じかもしれん。でこの多分このヤシの木、あでもどうなんだ、あれでも葉っぱがないから、あれがヤシの木がこの辺か。でもあでもあここっぽい、なんかここっぽいぞ。あここっぽい、なんかあそうだ、あのちょっと出っ張ってるところがありますもんね。ではどうだ、でもここじゃ、あ石田さんが近い来た、あそこで近い、あやっぱそうだそうだ、あそこで近いから砂があるところで、おやっぱここか。あそこで近いんなら一回この辺でやった方がいいかな。いやでも一発で決めたい、一発で決めたいから、角度はこっちじゃねえな絶対。違うな、角度は違うから、やっぱここかな。どこだろう、多分この辺だとは思うんですけどね。近いからここ、ここ行ってみましょうか。多分どうだ、おかなり近い、来た、かなり近い来ました。でもこの辺だ絶対。よし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 、来たよ来たよ、よっしゃもう本気で行こう。多分位置的にこっかな、ここかな、なんか違う、でも角度が違うんだよな、ちょっと離れるのかな。どうだ、あかなり近い、ここもかなり近い、どうだ、違うな、あでもあそこで近いってことはあそこじゃないんだ、もうじゃあこの辺か。あ近いなちょっと、あれじゃあこの間か、さっきの近いとかなり近いからこの辺、どうだ、あかなり近い、どうだ、この辺、あ石田さん来た、来た来た来た、撮るぞ、録画するぞ、おお来た来た来た、こんな感じで撮れます。石田さんが見つけました今回。おーやった、来ましたよ、発見しました、おー撮れた、あ見れるんだ、見破る、どうだ、怪しい様子はない、普通の宝箱みたい、普通じゃないだろあれ。あれ普通の宝箱か、なんか普通じゃない、形的にも普通じゃない気がするけど、うん、お福引券10個来ました。そして小さなメダル16枚、おおラッタ、やったやった、普通じゃない気がしますけどこの宝箱自体が。ありがとうございます。いやいいですね本当に、やりました。いやー今回は結構手に入りましたよ、いいのが、レッドオーブ3つ、そして福引券10個、10枚でいこうか、うん、福引券10枚です。いやーいいですね、なか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 いいよ今回は。他にもね、なんかドモグラカードとかカード系も手に入るらしいんですよね。うんなのでね、大丈夫ですよ、取れましたよちゃんと。バッチリ撮れました。高すぎたけどね。ちょっと画面から外れちゃったんですかね、宝箱はね。まあそこはいいと思います。撮れたよ、ちゃんと。撮れるところ。よかったよかった。いやーよかったです。めちゃめちゃ撮れたかありますよ。多分長くなりそう。30分ぐらいになるかな。ありすぎ。まあ楽しくできたんでよかったです。コントもできました。
面白かった、ちょっと笑えちゃったよお茶、お宝写真はもう終わりかな、編集絶対難しい苦労すると思います、もう喋るのも大変かもしれんもう喋るの大変でしたよ本当に。あ、もうないですね、はい、ということで、お宝写真はこれで以上です。ラズベリーさん前はあったと思う、どうやろう、前やったって言ってたかな、うん、どうなんでしょうか。ということで、今回は以上でございます、終了します、はい。以上チームメンバーと行くお宝写真でした。うん、半分以上はふざけてましたねまあ、ある意味チームプレイかと思います、はい。今回のお宝の中身はこのようになりました。私のお宝の写真はレッドオーブ3個、小さなメダル13枚、イシターさんのお宝写真は福引券が10枚、小さなメダルが16枚でした、意外にいいものが手に入りました、ありがとうございます、みんなと共有すればお宝の中身が全員に行き渡るので、みんなとお宝写真に行くといいでしょう。以上チームメンバーと一緒にお宝写真で財宝探しでした。ご視聴ありがとうございます、またよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。パソコンの方はエンジョイダンスをしている私ドライトをクリックするとチャンネル登録画面へ行きます。そしてずっとお茶をしているコンシェルジュのドラミちゃんをクリックするとこの動画の再生リストへ行きます。携帯、スマートフォン、タブレット端末の方は画面下のチャンネル登録ボタンまたは概要欄のリンクからお願いします。それではまたよろしくお願いします。